こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれですね。1977年に北米で発売されたアタリ VCS という家庭用ゲーム機です。今日はですね、こんなものも持ってきているんですけれども、2020年にですね、全く同じアタリ VCS という名前で発売された Linux ベースの家庭用ゲーム機なんですけれども、これそのコントローラーなんですけどね、今日作るアタリ VCS の復刻版でありリスペクトも兼ねているということで、歴史的な家庭用ゲーム機、これを作っていきたいと思います。1977年は個人が自宅でコンピューターを使えるようになったマイコン元年とも言うべき年でした。アップル2 TRS-80 ペット2001といった人気機種が発売されたからなんですけど、この同じ年にゲームの総本家とも言うべきアタリから発売されたのがアタリ VCS です。アタリビデオコンピューターシステムを略して VCS。 1982年にバージョンアップとともにアタリ2600と名称変更されます。なぜ2600という数字なのか、ハッカーが大好きな数字で有名な2600という雑誌もあります。これは 2600Hz の音で電話がハッキングできたことから来ています。それを使っていた有名なキャプテンクランチというハッカーに由来して2600としたらしいですね。アップル2やペット2001などの一般的なマイコンが、どちらかというと会社や学校でしか使えなかったコンピューターが自宅でも使えるという、明るい世界だったのに対して、ゲーム機はどこかアウトローなメンタリティが感じられますよね。僕は人を相手にした専用のコンピューターがすなわちゲーム機だと思っているんですが、それ自体がハックであると。ただのソフトなのに人が成長したり勇気を持ったり人を助けたりする、そんなゲーム機の中でも最初に大ヒットした商品がこの VCS なんですね。ということでできました。今回のアタリ VCS を作ったのは結構前なんですが、なんとつい先日レゴの公式キットでアタリ VCS が発売されました。米国ではね、これで育った人多いからわかるんですけど、日本人では何人が買うのか、レゴやるなという感じです。カセット式でいろんなゲームが遊べる家庭用ゲーム機で最初にヒットしたのがこのアタリ VCS だったわけですけれども、爆発的に売れたのは、日本のインベーダーゲームとかパックマンのせいだという意見もあります。そしてこの後日本の任天堂のですね、ファミリーコンピューター、米国ではNESの時代が来るわけですよね。ということで、来週も作ります。見てください。